F3 戦闘機、F2 次期ステルス戦闘機開発プロジェクトが驚異的なスピードで進んでいますね。現在、プロジェクトチームとして500人が選抜されていますし、各パーツ類は出揃う形になっているそうです。あとは、これらを組み立てて機体にするだけですが、F2 戦闘機開発時も純国産と期待していましたが、F16 と似た感じに仕上がったという経緯があります。しかし、今回は最強とも言われる各パーツがすでに揃っているので、あとはステルス戦闘機にするだけと思われます。三菱重工主導でロッキード・マーティン社との共同開発が進んでいますが、やはり多くの問題もまだまだあります。日本の軍事機密を知られる可能性もあるし、F3 ごと F22 の第6世代戦闘機となるのかもしれません。そうなってしまったら、日本主導なだけで純国産ではなくなってしまいます。せっかく国家予算をかけた大事業なんですから、国内企業を大事にしてもらいたいですね。では、次期戦闘機最新情報について見ていきます。2020年12月、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替を目指す次期戦闘機開発に関して、アメリカのロッキード・マーティン社を、海外インテグレーション、個々の情報を統合する協力先として選定する予定であると判明しました。すでに、10月には、次期戦闘機開発は、三菱重工業を主管として行うという契約が締結されていたので、今回のロッキード・マーティン社の件は、大方の予想通りの展開だと思えるものでした。12月17日には、来年度2021年度に576億円という開発予算を投じることが、岸防衛大臣から公表されました。これによって、予算や協業先の両面から、次期戦闘機開発がより具体化されたことが、伺える状況になったと言えましょう。ただし、現行の F2 戦闘機の開発と、若干ニュアンスが違うのではないかと思えるのは、ロッキード・マーティン社以外に、イギリスからの協力をも仰ごうとしていると謳われている、部分でしょう。イギリスとの協業は、現状では、次期戦闘機の一部パーツについて行われる見込みと思われます。つまり、両国で開発費を分担しつつ、出来上がったものを、各々の次期戦闘機に用いるという考えなのでしょう。イギリスの協業先といえば、今回の海外インテグレーション協力先の選定で、ロッキード・マーティン社と競合した BAE システムズ社が筆頭に挙げられますが、依然として、同社との関係も堅持する方向と見られるのです。ということは、BAE システムズ社が自国で開発中の第6世代戦闘機テンペストと、日本の次期戦闘機が一部パーツを共有する機体になることが予想されますから、新たな日本とイギリスの連携が実現する可能性も高まるかもしれません。第5世代戦闘機として、いわゆる西側諸国では、ロッキード・マーティン社の F35 ライトニング2戦闘機が、市場をほぼ独占しています。それだけに、アメリカ一国に依存する構造が変わるのではないかと、期待がかかるのも当然でしょう。いずれにしても、無人航空機の進展によって、第6世代戦闘機は、有人戦闘機の開発としては、ラストプロジェクトになるという見方も、一部にはあるようです。日本、イギリスともにそれを見据えた動きが必要になってくると考えられます。さて、海外インテグレーション協力先として、ほぼ本決まりになったロッキード・マーティン社ですが、この会社は言わずと知れた F2 にラプター戦闘機や F35 ライトニング2戦闘機を要する戦闘機分野のトップ企業です。
今回の次期戦闘機でも競合相手になったボーイング社は、第5世代戦闘機ではことごとくロッキード・マーティン社に敗北している状況です。厳しい言い方ですが、かつての F-15 や F-A-18 などの戦闘機の延命措置業務などでなんとか存続している状態にさえ思えてくるのです。こういった状況が続けば、アメリカの防衛産業が合併や吸収によって淘汰されてきた潮流がボーイング社にも押し寄せるのではないかと感じずにはいられません。ジャンボジェット機など航空機に関してはボーイング社がトップと言われた時期もあったのですが、戦闘機は別物なのでしょうか。ただし、その航空機でもエンジントラブルが相次ぎ衰退しつつあるということも事実ではありますが、前述のように今後の戦闘機分野では無人航空機の台頭が予期されています。この新たな分野でボーイング社が高スペックな製品を製造し確固としたシェアを獲得できない場合、さらにロッキード・マーティン社に蹴落されてしまう可能性が高まるのではないかと推測されるのです。話を日本の次期戦闘機に戻します。今回のロッキード・マーティン社は、防衛装備庁が提示した大枠の3要素について技術支援のインテグレーションを提供する位置づけになるようです。この3要素について説明します。1点目は、次期戦闘機に搭載されるレーダー及びセンサー、電子戦関連機器、データリンクなど中核となるシステムのインテグレーションを行うことが要求されています。2点目は、無人航空機を含む高度なステルス性能を持つ固定翼機を設計できること、しかも戦闘機としての運動性能を確保する機体を実現できることが挙げられています。そして最後の3点目ですが、コンピュータによるシミュレーションを取り入れた設計が行えることが要求されています。こうした3点をクリアできる企業としてロッキード・マーティン社が選ばれたというわけです。防衛装備庁が示したこうした要求3項目を改めて並べて考えると、どれにしても戦闘機には戦闘機単体としての機能ではなく、デジタルな兵器システムの器であることが求められているようにも思われます。だからこそ有人機ではなくも無人機が優勢となるのでしょう。現在日本側が持つと思われる技術としては、 IHI 社がプロトタイプを防衛装備庁に収めている XF9 エンジンや、先進技術実証機新進で培った機体のステルス性などが挙げられるでしょう。今回は機体そのものについては、自動車製造でも知られているスバル社が取り組むことが明らかになっていますが、 IHI 社の機関部を含め限定的なハード面の一部にしか国産技術では到達していないのが残念ながら実情とみられます。すでに自民党の一部有志や保守系の言論人からも、次期戦闘機は海外への輸出販売を前提に開発するべきだという提言が出ているようですが、日本独自でそれを判断可能かどうかには疑問が残ります。武器輸出にしてのルールは緩和されましたが、さてどこに売りましょうか。例えば台湾ですかね。2011年の東日本大震災については、いち早く支援してくれた国でもありますし、親日国ということで日本国内にもファンの多い国です。しかしそもそも対中国という点では、日本よりもはるかかにその脅威を受けているのが台湾ということは世界中に知られている事実です。日本が最も支援できそうな潜水艦分野などについても、中国との関係悪化を恐れてほとんどというより何もできてはいないというのが正しい現状でしょう。
こういった点を鑑みれば、海外へ輸出できるレベル兵器を開発するより、まず政治的に中国との距離をしっかりと測って、貿易や交流を進めていくことを優先するべきではないかと思われます。嫌いだからといって、距離を置けば嫌中派は喜ぶでしょうが、今や世界の国々とは関係が複雑に絡み合っています。スパッと切り捨てるのではなく、八方美人と言われようが、あちこちに手を伸ばしておく老獪さも必要ではないかと考えます。